バサリバサリチラリ。さてさて、今日はね、でけえの作るぞ。でけえの合体しまくって、こいつらを超える。俺のカルノちゃん、いやーでけえな。あのさ、赤い燃え上がってる角めっちゃかっこいいし、俺イケメンメスだけどね、メスだけどね。で今日もね、まずギガホネホネザウルス4番っつうことは、見てくれこの箱がでかいかな、これ。ギガホネホネザウルス、ギガホネホネザウルス、後ろ見てやつがいる、スペシャルパーツのやつがいる。ザン、でけえ、全長約 200mm。 ほほほほ、くそ、あれでけえな、約3倍だもんね。そして4番のザン、ギガスピノサウルス、うわーめっちゃかっけー。息子も準備した、息子7番と4番なんだけど、ちょっと見えにくいと思うんだけどね。ザン4番7番ということは、メテオスピノサウルス、息子息子、しかもねメテオなんだよね。赤いバーニングレッド、うわーいいね。早く、あ、組み立てたい。目がたまらん、目がたまらん。そしてアマルガサウルス、これね、あの恐竜チョコカード覚えてる？みんな、あの図鑑のさ、カード、こいつゲットした時の感動と興奮は今でも覚えてる。アマルガサウルスすっごいかっこいいんだよね。あとさ、このメテオウォリアー、こいつも欲しかったんだけど売ってなかったんだよな。メテオウォリアー大体さ、あの一番最後ホネホネザウルス、こういうやつじゃん、人型っていうかさ、キングとかバーバリアンとかいいんじゃん。これが熱いんだよな。あとね、カルノタウルス、こいつもいたら、息子が揃ったんだけどな、5番のね。あー、まあいいや、とりあえず開けまするかな。今回はね、こいつらも一緒にやろうと思う。開けまするぜ、綺麗に。さ、さ、箱もね、重要なもんだから。まあ、捨てられるかな、捨てられたらショック。パーツの色超綺麗。わ、いいね。クリアイエロー、グリーン、ブルー、レッド。素晴らしい。クリアパーツの色がね、マジで綺麗。そして、ギャムである。これがね、ノーマルスタイル。めっちゃ美しいボディ、色見て。美しいね。うわー、ノーマルでも十分ね、かっこいいんだけど、超絶かっこいい。パーツつけた、足長くなったな。めっちゃね、足が長くなる。足がこのパーツ分ね、長くなって、かっこよくなるな。足速そう。うわー、この黄金いいね。素晴らしい輝きだ、これ。よっしゃ、完成、見て。めっちゃかっけえ、ゴールドパーツ。あの光の輝きレベルが、半端ねえな。っていうかやっぱね、ノーマル、白いさ、蓄光のホワイトボディよりもさ、このクリア、赤のクリア、かっこいいな。すごくね、あいつ全身クリアだからね。うわー、すげえ。これ、イフリートの角、食ってね、力を手に入れた。ガオ、めっちゃかっけえ。これ、超でかい。一番気に入ってんだよね。で、ついに、来ます。親玉の登場、スピノサウルス。めちゃでけえぞ、おい。こいつでけえからな。ここだけでね、180ぐらいあんだって。ここだけで俺を、俺ぐらいあんの、ここ。すげえでけえよな。よし、じゃあ、行きまするか。裏から、これもね、裏から開きまする。あー、これ楽しみだったんだよな。今、クイーンが溶かります、ポーリー。うわー、パーツを、表、やっぱこれよ。これ、この重さよ。これが重要なんだよ、ギャムで。絡むギャムで、早く俺を、早く俺を組み立てろ。わー、すげえ、見て。めっちゃパーツ多い。これだよな、やっぱな。こんだけ多いとやりがいがあるんだよ。うわ、ちっちゃいな、通常のやつ。めっちゃちっちゃく見える。このフォルムがイケメンだよな。めちゃめちゃでかい。しかもね、組み立てるのがほんと楽しい。これ。あ、待って。ライト消したら光るかな？ちょっと光ってる。わかる？ちょっと。部屋、俺何も見えねえ。真っ暗なんだけど、こいつらだけ、ほんのり光ってんのがわかるな。うわ、すげえ。蓄光、つうか、アマルが、めっちゃ光ってね。あいつ、すげえな。アマルが、あの野郎。でね、ここに穴あんじゃん。ここにさ、穴開いてんじゃん。俺合体しようと思ってんの。絶対こうでしょ。すげえか。あ、待って待って。カルノちゃん、あ、穴開いてる。カルノちゃんもね、バサリ。カルノちゃんどうこれ。似合わんだ。カルノちゃんあかん。カルノちゃんダメだな。やっぱね、これスピノ。スピノの黄金の角。ザン。これで何でもぶった切る。わー、いいわー。かっちょいい。そしてね、こっからがすごいんだけど、見てくれ。クワッドドラゴンブレード。ザン。クワッドドラゴンブレードがさらに装着されるんだよね、こいつに。めっちゃかっけえ。なんか神々しいんだけど。三つどもえ戦、恐竜たちの戦い。めっちゃでけえ。ここに人間置きたいね、人間サイズ。人間サイズね、ここにあるゴミぐらい、これ。これが人間。ね、これ、これ、わかる？これ。この粒がね、人間。こいつらめっちゃでけえ。宇宙から来たね、スペースダイナソー。スペースダイナソーのデカさよ。うわー、
これマジで見とれてしまうわ。俺の恐竜ホネホネザウルスコレクション、やっぱカルノちゃんが一番迫力あるな。めっちゃでけえしかっこいいし作るの楽しいし、これは言うことねえぜ。闇に紛れてんなあの野郎、闇に紛れてんな。もう話すとあんま分かんねえ存在があんま分かんない。よっしゃ、じゃあまた次回違うホネホネザウルスでお会いしましょう。僕の角返して、さっ僕の角返して